コイネアの段違い平行棒とした。さあソビエトです。黒は2回目です。やはりロンダードひねりは1回伸身です。決めましたね。また着地まで決まりました。グロワの1回目は 9.825。 ロンダートから入った方が確実なんでしょうか。いえ、これはまたですね、難しいんですよ。ロンダードもあの手が着地できない場合があるんですね。ああそうするともう運動として成り立ってこないんです。グロワは7歳からモスクワの有名なスポーツクラブチェスカで体操を始めました。